はい、どうもこんにちは。この動画ではプレミアプロを使って瞬間移動する VFX を作ってみます。今回のアクションステップはこちら。今回は通常ならアフターエフェクトで作るような視覚効果をプレミアプロで作っていきます。そのためまずはプロ騎士編集について学んでいきましょう。この動画でワンピースのソルやナルトの瞬身の術みたいな瞬間移動を使えるようになれば、あなたの友達にいつの間に俺の背後にと言われるようになりますので、ぜひとも友達の背後を撮ってみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずは今回必要となる素材ですが、三脚などで固定したカメラで最低3つのショットを撮ります。1つ目が何もない背景素材、2つ目が移動前の素材、3つ目が移動後の素材です。そして今回は視覚効果を使うのですが、フッテージクレートというサイトで VFX 系の動画フッテージを無料で配布しておりますので、フッテージクレート様ありがとうございます。あなたの靴を舐めてもよろしいでしょうか？と一言尋ねてからダウンロードしましょう。今回ダウンロードしたのは煙の素材とエナジーボールの素材です。さあ、これらの素材を手に入れたら、すべてプレミアプロにぶち込みます。今回は配布用にファイルサイズをもともと小さくしておりますが、例えばこの映像が 4K で撮影されていたりとかすると画面がめちゃくちゃ重くなってしまいます。そこで今回はプロ騎士編集という方法を使ってサクサクと編集する方法を紹介します。プロ騎士とは言っても奨励会に入る必要はありません。まず設定としてプレミアプロの環境設定を開いて、メディアのところにあるプロ騎士を有効化するチェックマークをオンにしておきましょう。さあ、そしたら軽くしたい素材をプロジェクトパネルからすべて選んでおいてから、これで右クリックを押します。するとここにプロ騎士が所属しておりますので、ここからプロ騎士を作成していきましょう。ここでプロ騎士素材を書き出すところを指定できるのですが、わかりやすいようにあらかじめフォルダを作っておいて、ここにプロ騎士を所属させておくといいかもしれません。日本キーンとでも名付けてみてください。さあ、これでプロ騎士を OK することで、メディアエンコーダーが開いてプロ騎士素材が書き出されていきます。プロ騎士編集とは、今挿入している動画よりもサイズを軽くした動画を書き出しておいて編集を軽くしていくための方法です。さあ、ということでプロ騎士用の素材を書き出したら、このプレビュー画面下にあるプロ騎士ボタンで、いつでもプロ騎士を対局相手として召喚することができます。このボタンはプラスマークの中に手駒として準備されておりますので、ドラッグして盤上に召喚しておきましょう。生贄は必要ありません。これだけでこのボタンを押すと、実はこの動画素材がプレビュー画面ではプロ騎士の素材と入れ替わりますので、編集がサクサク進みます。手間がかかりそうな編集の前にプロ騎士編集の設定をしておくと、序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。ちなみにプロ騎士編集では、書き出したら自動的に元の画質に戻してくれます。さあ、ということで今回は背景素材、登場のポーズ、上手の方でスライドする素材、そして最後に下手の方からカメラに向かって手を伸ばしていきます。この素材の配置の仕方ですが、背景素材を下地にしておいてから、それ以外のフッテージをくっつける形でその上に配置していきます。するとこれだけでもジャンプカットで一瞬で移動した感じを作ることができます。瞬間移動の簡易版ですね。本来ならこのようにレイヤーをたくさん重ねていく場合は、アフターエフェクツを使う方がやりやすいのですが、今回はそこまで複雑ではないので、プレミアプロで作っていきます。ということで、この上にフッテージクレートでダウンロードしておいた煙のフッテージを挿入しておきましょう。こうしたフッテージはだいたい背景が黒かったりします。そうした時はキーイングもいいのですが、単純にモード設定をスクリーンにするだけで背景を透過させることができます。さあ、あとはこの煙素材の大きさだったり位置を動かしていきながら、オイラが登場するところに配置するってばよ。ただしこの時煙が出てくるのがちょっと遅いので、最初のところで煙が爆発的に出現するようにしてみましょう。ということで右クリックからクリップキーフレームのタイムリマップのところで速度のところを選択します。そうしたらコマンドキーを押してクリップに速度のキーフレームを打っておいて、前半の登場のところで速度が速くなるように調整してみましょう。さあ、これで煙が最初に爆発して、それに紛れて登場するシーンが出来上がりました。実は妙木山で修行しなくてもフッテージを重ねるだけでいい感じの VFX ができますので、まず手始めに重ねてみてはどうでしょう。もしこれでエッジの部分とかが気になるのであれば、不透明度のところのペンツールで身の回りにある壁だったり木の境界線に合わせながらマスクを切ることで、より自然に見えるようになります。さあ、これでレイヤーで考えると、煙の素材が一番上にあるため、その他の素材の上に煙が重なって不自然になっています。
そんな時は他のレイヤーを上に乗せたり、この煙がもっと早く消えるように不透明度のところでキーフレームを打って煙が早く消えるようにしていきます。これで目立たなくなりました。だがこれで終わりじゃないんだな。このままだとこの人物が登場したとともに背景が切り替わってしまいます。つまり鳥が飛んでいたのに急に鳥が消えてしまったりするのです。カムイのようです。ということでこのように人物の周りに沿ってマスクを切っていきます。正直プレミアプロはマスキングするのがやりにくいのですが仕方がない。これもほかげになるための修行だってばよ。ほかげの道に近道なんてないんだってばよ。ということでこんな感じで切り抜くのですが、もちろん細かく切るほどクオリティは高くなります。このフッテージの最初のところでマスクパスのキーフレームをオンにしておいてから、このたくましいボディに沿ってマスクの形を合わせていきます。ちょっとだけガイ先生の登場シーンを意識しました。お気づきの通りマスクを細かくすれば質が上がる一方で、このマスクの形を合わせる作業がかなり面倒になります。まあこんな感じでできていれば OK。 それでは次はいよいよ死神の瞬歩、アランカルのソニード、クインシーの飛連脚、いわゆる瞬間移動を作ります。今回は2つのやり方を教えましょう。まず最初にトランスフォームを使うやり方です。登場した時のレイヤーと次に瞬間移動した後の素材をそれぞれ2フレームほど重なるように設置しておきます。とりあえずこれも最初が早い方がかっこいいので、タイムリマップの速度で最初の方だけ素早く登場するようにしておきます。こんな感じでシュピッと登場するとかっこいいですね。次のシーンのためにも最後の部分もまた早くしておきます。さあそれでは先ほどと同様の作業ですが、この動き回る忍者に合わせてまたマスクを切っていきます。とはいえ速度を変更した素材にマスクを切ると変なことになりますので、ここは右クリックからネスト化をしておいて、その上からマスクを切っていきます。こいつも動きに合わせてマスクパスのキーフレームを作っていきましょう。はい、 Do you wanna dance night?という感じで踊り狂う忍者に合わせてマスクを切れれば上出来。それではお待ちかねの瞬間移動、ヨガの木のポーズことブルクシャーサナをしているレイヤーの先っちょの部分だけを右クリックでネスト化しておきます。そしてネスト化したやつにエフェクトからトランスフォームを探して適用していきましょう。そしてここから位置とスケールのキーフレームをオンにします。これは元の位置なので最初に配置するってわよ。そしてこの位置を瞬間移動した後のところと同じくらいのところへと持っていきます。もちろん前の方に来ておりますのでスケールも数値を上げておきます。さあそしたらこれでシャッターアングルの数値を上げることでモーションブラーがかかるようになりますので、まるで瞬間移動したかのような動きが出来上がります。作ってしまえば意外と簡単ですね。この瞬間移動の仕組みを理解しておいてください。その上でもう一つのやり方を紹介します。要するにレイヤーを移動させておいて、そこにモーションブラーをつければいいということが分かりました。ということは別にトランスフォームを適用しなくてもいいということに気がつきます。ネスト化しておいたレイヤーに対してエフェクトの中からブラー括弧方向というやつを提供してあげます。ディレクショナルブラーですね。そしたら方向を90度にしておいて、次第にブラーが大きくなるようにしておけばブラーがかかるわけです。これをモーションの中の位置とスケールのキーフレームを使えば大体似たようなものが出来上がります。このように自分の作りたい映像があったらどうやってできるかを自分の頭で考えていく習慣をつければ人から教わらずとも大抵作れたりします。ちなみにアフターエフェクトだとボタン一つでナチュラルなブラーをつけることもできます。なので本来こういったものはアフターエフェクトを使うと便利なんだってばよ。さあということでもうお分かりかもしれませんが、最後に螺旋眼の作り方を早送りで見てみましょう。よかったら動画を止めてどのように作ったかを予想してみるといいかもしれませんね。フッテージクレートからダウンロードした素材を重ねて、これまたスクリーンに設定します。このレイヤーはスピードなどを調整しておいた上で、位置やスケールを一つ一つフレームごとに手のひらに合わせて変えていきましょう。これで手からエネルギーが出てきて、やがて画面へ向かって大きくなるように作ることができます。この辺は基本的な機能なので簡単だったかもしれませんね。では続いては明るさを調整していきます。新規調整レイヤーを作っておいたら、これをエネルギーのフッテージの上に重ねます。そしたらこの調整レイヤーに対して編集パネルをカラー編集のモードに切り替えます。切り替えなくてもエフェクトからルメトリーカラーというのを選択してもいいですね。
そしてこの中のエクスポージャー、露光量とか露出の数値を操作することによって画面全体の明るさを調整することができます。もうお分かりかもしれませんが、これもキーフレームを使って合わせていきます。最後でマックス明るくなるようにしておいてから、螺旋眼が発生するときは露出はゼロにしておきます。これで見てみると、当然いきなり画面が全体的に明るくなっているのはちょっとおかしいので、これまたマスクを切っていきます。今回は円形のマスクを切っておいてから、マスクパスでキーフレームを打っていきます。手のひらのエネルギーに合わせて位置などを変えていきましょう。マスクパスだけではなくて、マスクの拡張などもその都度大きさを変えていきましょうか。最後に画面全体を真っ白にしたければ、白のカラーマットを作成しておいてから、不透明度などを調整して画面が真っ白になるようにすればいいのではないでしょうか。まあやり方はもちろんいろいろとありますので、実際にソフトに素材を入れながらいろいろと試してみるといいかと思います。仕上げとして効果音を入れていきます。今回効果音はオーディオストックからダウンロードしたものを使いました。いろいろと効果音を聞いていくのですが、一つの音で全てを決めようとはせずに要素として聞いていきます。そしたらこれらの音の要素を組み合わせていきながら、自分の思い通りの効果音を作ってみましょう。この時にキーボード R で速度を速くしたり遅くしたりすると効果音のピッチも変わっていきますので、高音と低音をうまく組み合わせながら作ってみてください。さあ、ということで今回の内容は以上です。もしかしたら気づいた人もいるかもしれませんが、今回の瞬間移動は空を飛ぶエフェクトの応用です。なので実際目新しいことをしたわけではないのですが、今回の動画で応用の大切さが分かっていただければ幸いです。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなる、いつか会える日を。